ティーノ？どこなの？ねえ、犬を見なかった？ティーノっていうの。これくらいの大きさで、これと同じペンダントを首につけてるんだけど、どこ行っちゃったんだろう。雨、降ってきたのに。また何か見つけたのかな？あの子。何でも加えちゃうから。
友達に。私とディーノも。ディーノ、ずっと一緒に。ディーノ、一緒に行こう。
私は会っている。湖南に後が教会。あのね、みんなでね、かくれんぼしててね。でもね、全然わかんないの。いっぱいいっぱい探したの。もうやだ。これを持ってる人が鬼なの。お兄ちゃん、代わりに探して。ああ、見つかっちゃった。頑張って隠れたのに。はい、これ。you
地には魔物がいる。この扉を開けるわけにはいかん。朝が来れば、奴らはいなくなる。それまではダメだ。おーい、そこの君、ちょっと来てくれよ。ちょうどよかった。見てほしいものがあるんだ。ついてきてくれないか。不用心だからね。ちゃんと鍵をかけないと怒られちゃうんだ。この中に船があるんだけど、シャッターが開かないんだ。君、なんとかできないかな。触るなよ。火が消えちゃったらどうするんだ。そのとにかくこれは僕のだからな。そうだ、僕仕事があるんだった。そろそろ行かなくちゃ。せっかく奥まで出て捨ててきたのに、こうなっちゃしょうがないか。
本当はこいつで背後からダスンってやるはずだったんだけどな。屋敷はいつもきれいにしておけってアルバート様に言われてるんだ。それと知らない奴は入れちゃダメだって。ジェシカ様を守るためだって。おーい、どこ行くんだよ。逃げちゃダメだよ。怒られるのは僕なんだから。電気はどこ？
殺される。僕、殺される。コリンズ。あ、この病室ですね。病院ですからね。静かにしてくださいよ。あれ、来てくれたんだ。簡単な検査入院なんだから、そんなに心配しなくてもいいのに。大丈夫。ちょっと無理しちゃって体調を崩しただけよ。私、小さい頃から体は丈夫だったし。あ、もっとずっと小さい頃は、わからないけどね。じゃあ、そこまで競争よ。あ、ずるい。ちょっと待ってよ。私、幼い頃の記憶はないけど、一つだけ思い出せることがあるの。私と同じぐらいの女の子。とっても仲良しで、毎日一緒に遊んでた、と思う。私って、どこの誰なのかしらね。Thank you.
見かけぬ顔じゃな。お前さん、たん、すまんが、ちょっと頼まれてはくれんか。向こうにある研究所から釣り竿を持ってきてほしいんじゃ。いつもあそこの連中に竿を借りるんじゃが、昨日行ってみたら何やら魔物が出おった。必死で振りほどかなけりゃ殺されるところじゃった。釣り竿はどうした？あの料理人め、今度こそ大物を釣り上げて驚かしてやるわ。人を下手くそ呼ばわりしよって。じゃが釣り竿がなければ始まらん。ああ、ご苦労さん。さて、あの生意気な料理人に目にも見せてやるか。私は会っている。湖南に跡か。
教会。ここが分かったね。カートはまだ見つかってないの？負けちゃったな。あいつ隠れるのうまいんだ。前も夜になって寝てたところをやっと見つけたんだ。お兄ちゃん、早くあいつを見つけちゃってよ。ダニエルとカートとジェフとあとローラが隠れてくれてるの。みんな早く出てきてよ。あと3人も隠れてる。あと2人。
俺は置いてきたんだ。この下に何かを。フランコが逃げ遅れて、俺が生き残った。俺はあいつを
助けられなかった。俺だけが。俺はあいつを助けられなかった。君も逃げ遅れたのか。僕はここで扉を見つけて夢中になっているうちに結局開けられない。バカな話だ。ここまで来たのにレリーフの文字が読めないなんて。みんなまだ残ってるのね。私ももう少し頑張らなくちゃ。あら、あなたは？その服装からすると、ここの書院には見えませんが。研究員以外の方は、書内に立ち入らないでください。
イレーナのやつ、いくら所長の妹だからって。全員帰るのを待たなくてもいいのに。こんなんじゃ一緒に帰れないぜ。みんなが帰るのを待たなくてもいいんだよ。おい、なんだお前は。ここの署員じゃないな。ロッカーに触るんじゃない。それは研究員のだ。所長はいつになったら来られるのか。なんだね、君は。その格好からすると研究員には見えないが。関係ないものがうろうろするんじゃない。ああ、ジョンか。フランコのことはもう忘れるんだ。あれは事故だった。お前に責任はない。ところで、所長を見かけなかったか？もし見かけたら、私が待っていたと伝えておいてくれ。こら、人の白衣を取るな。よう、ジョン。フランコのことは踏ん切りがついたか？まあ仕方なかった。誰も悪くないさ。だからもう遺跡を見に行くのはよせ。ところで、イレーナはまだ事務室にいるのか？たまにはあいつも早く帰ればいいのに。